はい、皆さんいつもご視聴ありがとうございます。この番組は2000年から現在に組で全日本プロレスで行われた過去の名勝負をご紹介する番組です。今週ご紹介する試合はこちら、2011年1月2日後楽園ホールで行われた世界ジュニアヘビー級選手権試合、王者カズ林対挑戦者ミノルの一戦です。最近ね、ミノル選手ルールマザーズの一員として全日本プロレス参戦していただく機会がね増えてきたかなと思います。今見ても本当にこの色気のある、まあ本当男としてね色気のある選手だと改めて思うところですね。そのミノル選手のもうほぼ約13年前の試合になるんですかね。そしてね、今回この世界ジュニア王座を取り上げるわけですけども、なんといってもこの前青柳敦樹選手とライジング隼人選手の世界ジュニア戦、これはね非常に良かった。まだまだこの世間的な認知っていうのはねあんまりないのかもしれないですけども、若さあふれるこの2人の全日本プロレスジュニアのもう希望の見える一戦になったんじゃないかなとすら思います。非常にこの希望の持てる一戦を見て、今回バトルライブラリーでも久しぶりにちょっと世界ジュニア取り上げてみたいなと。カズ林選手、もともとはユニバーサルプロレスリング日本支所から覆面レスラー紫龍としてデビューすることになります。次時期はですね WCW と契約して、そのまま WWE とも契約していたわけですけども、そこを武藤敬司選手からのラブコールにより全日本プロレス入団を決意してくれた人物でもあります。そして入団後はですね、小島聡選手とタッグを組む機会が非常に多かった選手でもあります。2003年12月には世界最強タッグ決定リーグ戦に初出場し、初優勝を遂げました。そして翌年の2月にはですね、世界ジュニア王座を初体感することになります。この時の対戦相手ブルー系が高道信選手。そしてこの王座戦がなぜ決定戦になったかというと、前王者である剣道家臣選手がまさかの消息不明ということで王座剥奪からの決定戦。当時はですね、高道信選手が団体経営していた海援隊道場の持つストロングスト K というベルト、これがですね世界ジュニアと同時にかけられたという時期でもあって、一時期は和田選手が世界ジュニアとの2冠王になっていた時代でもありました。2006年には第1回ジュニアヘビー級リーグ戦に優勝いたしました。そして優勝してからですね、当時の世界ジュニア王者であった近藤修一選手に挑んだという試合は以前バトルライブラリで取り上げさせていただきました。そこからメキシコアミーゴスに加入と、今プロレス界で非常にホットな選手、野沢ロンガイ選手とタッグを組んでお笑いトリオみたいな形でですね、すごい実力者なのにすごく面白い試合を展開してくれました。そしてこの2年後ですね、丸藤直道選手を倒して自身2度目の世界ジュニア王座を体感。外敵の中でもこう最強と呼べるようなね、あの丸藤直道という存在がですね、全日本プロレスに現れていきなり世界ジュニア王座をかっさらっていったわけですけども、当時いた全日本ジュニアがですね挑んでいって軒並み敗北するという中で、本当に最後に残った1人、全日本プロレスジュニアの柱と呼べるカズ林選手がですね、なんとか奪還してくれたと。本当にカズ林選手が負けたら世界ジュニア王座はもう誰も取り返せないんじゃないかと言えるようなね、試合の中でなんとか王座を奪還してくれました。そしてこの激闘を制してからですね、カズ林選手の長期政権が始まっていくことになります。丸2年間王座を保持し続け、17回の防衛記録を打ち立てると、誰もたどり着けないようなね金字塔を打ち立てたことになります。世界ジュニア王座の防衛記録というと、当時まであったのが藤正信選手に持っていた14回という記録でしたが、もうそれをね、もうにこう、はるかに超えてですね、じゃあこう、どこまで防衛するのかと。しかもですね、16度目の防衛戦ですかね、の対戦相手が武藤敬司選手だったんですね。さすがにね、もうこれはもうカズさんも負けるんじゃないかなって思った試合でもですね、勝ってしまうということでね、永久に世界ジュニアもう負け続けるんじゃないかなと。そんな同王座に今回挑戦するのがミノル選手になります。はい、1993年藤原組に入門してから、95年の11月、バトラーズに移籍することになります。僕もリアタイしてたわけじゃないですけど、バトラーズ出身の選手というのは、なんかこう、プロレス界においても、こう、一つこう、異様な存在というかですね、独特のこう、殺気を放つようなね、選手だったかなという印象でした。1999年には、新日本プロレスのベストオブザスーパージュニアに参戦し、おそらくこの時の活躍が認められたからか、2000年にはですね、IWGP タッグ王座を金本浩二選手と共に獲得するということで、この時、ジュニアスターズが結成されました。同じ年の10月には、IWGP ジュニアヘビー級王座を獲得することになりました。この流れでですね、翌年1月には新日本プロレスに正式所属を発表することになります。この翌年ですね、マスクマンのヒートとして再デビューすることになるわけですが、その中でですね IWGP ヘビー級王座2度目の大会を成し遂げることになります。なんかすごくよく覚えてるのはですね、当時いた新日本ジュニアのマスクマン、獣神サンダーライガー、タイガーマスク、そしてこのヒートという3人がですね、ヒール軍の誰かと3対3、それぞれシングルマッチを行って、どっちが2本取るかみたいなねことをやってたんですけども、なんかここでねヒート選手負けたんですよね。その時にね、ライガーさんがねすごいバックステージ怒ってたっていうのがね、僕非常に印象的ですね。なんであそこでヒートは取れないんだみたいなね、なんかめちゃめちゃ覚えてるんですよね。その後ライガー選手とのこのいざこざが始まっていって、結局このヒートというねマスクマンキャラをやめていっ
ったと。2004年のジュニアス IWGP ジュニア王座11度目の王座防衛を果たすわけですけども、この後12度目の王座防衛に失敗してからマスクを脱ぎ祈るというふうにリングネームを変えて活動していくことになりました。2009年の1月には新日本プロレスとの契約を終了し、この翌月突如全日本プロレスのリングに乱入してきました。そしてなんとブードゥーマーダーズのメンバーとして参戦すると。参戦してすぐですね、2009年の3月、カズハヤシ選手の持つ世界ジュニア王座にここで一度挑戦していたわけですけども敗北してしまうということですね。この時の悔しさがずっとミノル選手の中にくすぶっていくことになります。2010年の7月にはジュニアヘビー級リーグ戦において予選でですね、カズハヤシ選手に勝利するわけですが、結局このリーグ戦ではですね優勝できなかったということで、カズハヤシ選手に挑戦するということにはなりませんでした。年末に行われた次期挑戦者決定戦に勝利するとカズハヤシ選手の18度目の防衛戦の相手として正式に選ばれました。はい、まあね、武藤敬司に勝利したカズハヤシですから、本当にこう向かうとこ敵なしというかですね、18度目の防衛戦っていうのはね、なんかちょっと数字がバグってて意味がわからないっていうか、きっとカズハヤシが勝ってくれるだろうみたいなね、盤石の強さがあったわけです。その中で約2年越しのリベンジをミノル選手が果たせるかという試合、ぜひ最後までご覧いただければと思います。世界ジュニアヘビー級選手権試合、第28代世界ジュニアヘビー級王者カズハヤシ。2009年2月プロレスリングのは丸藤直道に流出していた全日本ジュニアの至宝を奪還。その後はナビール強豪を相手に防衛ロードを爆心し、10月には武藤敬司を相手に防衛成功。さらに台湾の地で初となる世界ジュニア戦を実現するなど、8万6匹の活躍を見せたカズ。歴代1位となる17度の王座防衛を記録し、2010プロレス大賞の技能賞を受賞した。まさに絶対王者。そんなカズの前に再びこの男が立ちはだかる。ブードゥーマーダーズミノル。11戦23後楽園ホール、世界ジュニア王座を狙う6人の男による次期挑戦者決定ラダーマッチ。全員が敵となる過酷な試合を制し、カズへの挑戦権を手にしたミノル。去年の3月14日世界ジュニア両国でお前に負けて以来よ、お前に対するジェラシーだけで俺プロレス続けてんだよ。俺は今自分ができる最高の状態を作ってお前の前に立つからな。お前も覚悟を決めて俺の前に立て。2年前の3月カズの持つ世界ジュニアに初挑戦し、一進一退の好勝負を展開したものの王座奪取失敗。他団体で輝かしい実績を残してきた男にとってそれは屈辱的な敗北だった。その後カズへのジェラシーを感じながら戦い続けた全日本ジュニアでの約2年間、その戦いの中でミノルには一つの思いが生まれていた。俺がベルトを取って新しい風景を作ったら、俺のこと嫌いなやつでもね、あ、全日本のジュニア面白いな、全日本の会場に足運ぼうな思わせてやった。俺が本当の意味で全日本ジュニアの救世主だろうから。全日本ジュニアに新しい風景を、その実現のためにミノルは動く。カズの必殺技パワープラントを使って王者を挑発し、直接対決では完全なピンフォールを奪ってみせた。俺がやってきたプロレスやってきた17年全部ぶつけないと勝負できない相手だと思ってるから、この体ぶっ壊れてもいいぐらいの覚悟でいるから、お互いにも身を削るようなすげえ試合しようぜって。対するカズも黙ってはいない。約2年もの間王者の重圧と戦いながら守り続けてきたジュニアの至宝、譲るわけにはいかない。マイシリーズ、タイトルマッチがあって全てがステルスになって怪我でも休めないし、そうやって俺はずっと戦ってきた。今までやってきた全てをかけて戦ってるよ。両者の一騎打ちはこれまで2度実現し、結果は1勝1敗。まさに実力伯仲。勝敗の行方は神ですらわからない。限界ギリギリのところまでできる、そういう風な試合ができる相手だ。世界ジュニアをかけたシチュエーションでのリベンジっていうのはまだ済んでないんで、
まあ、そこにあの日のリベンジというのにこだわりたいですからね。決戦の時来たる。カズが絶対王者として2011年も突き進むのか、それともミノルが2年前のリベンジを果たすのか。誘惑のできない戦いをして、僕とミノル2人の勝負だ。新しい時代じゃなく新しい風景を作るために、俺が今日全日本ジュニアのてっぺんを取る。世界ジュニアヘビー級選手権試合、挑戦者ミノル VS 王者カズ林。全日本の風景を変えるためにこの男が立ち上がりました。ラダーマッチを制し挑戦権を獲得。おっと決意の現れか。黒髪のミノルです。黒髪のミノル、決意の現れではないでしょうか。イメージを一新しましたミノルです。世界ジュニアヘビー級戦、チャレンジャーミノル、リングインです。一昨年の2月の6日、ノアの丸富士からベルトを奪取以来、17度の王座防衛を果たしている絶対王者。昨年はその偉業が称えられ、プロレス大賞の技能賞を受賞。2011年年頭からのタイトルマッチ、ここで弾みをつけて20回のオーダーへのカウントダウンを。世界ジュニアヘビー級チャンピオン、今日ももらった絶対王者がリングに向かう。カズ林。世界ジュニアヘビー級選手権試合、60分一本勝負を行います。ミノル。さあ満を持してミノル、カズの初防衛戦の相手でした。カズ林以来17度の防衛を果たしましたチャンピオンのカズ林、今日が18回目。和田恭平がこの一戦を裁く。2011年、この一戦も制して突っ走るのか王者カズ林。カズとミノルの一騎打ち。世界ジュニアヘビー級選手権60分の一本勝負。まず長野さん、はい、ミノルが黒髪になりました、はい、これは決意の表れと見ていいんですか。実はね、本人に聞いたら、はい、これね青も入ってて、はい、ライトによってはちょっと青くなったりするらしいんですよ。おで、まあ、本人曰く、はい、まあ、美容師さんに乗せられてやっちゃいましたなんて言ってましたけども、やっぱりそこにはやはり何らかの決意があると思う、まあ、照れ隠しだと思うんですけどね、はい。ちょうどカズがダッシュした翌月、はい、確か初防衛戦の相手がミノルでしたよね。はい、2008の3月14ですか、2009年ですか、はい。まあ、その当時の、ね、ミノルはまあフリーになったばっかりで、はい、まあ、新日本のジュニアを総なめにした男ですから、はい、まあ、フリーになった一発目の景気づけに全日本のベルトでも取ってみるかぐらいな感じだったと思うんですよ、はい。ところが挑戦してみたら、カズというチャンピオンが素晴らしいチャンピオンだった、はい、その後全日本に参戦していくうちに、そのカズの本当のこう功績とかね、素晴らしさを知り、はい、ベルトの価値も知り、うん、そして今ですよね。今本当心底このベルトが欲しいし、心底カズ林を倒したい、カズ林を倒して世界ジュニアのチャンピオンになりたいというね、はい、気持ちになっているわけですよね。そうですね、本人曰く全日本の風景を変えたいとも言いました。チャレンジャーのミノルです。これどんな戦いになりますかね。まあ、2人とも何でもできますからね、はい、まあ、本当に決着がつかなきゃ1時間でも2時間でも戦えそうな2人ですよね。そうですね、ミノルサイドから見た場合ですね、長野さん、はい、どんな攻めがこれ絶対王者には効果的なんでしょうね。
多分僕がミノルだったら何も考えないで無心でぶつかりますね。作戦を考えないで自分の体が動くまま、はい、今まで自分の体に染み込んだプロレスを、うん、あのその場その場で無意識にぶつけてって通用するかしないか、それが一番の作戦だと僕は逆に思います。策を練っても、うん、数という王者は無理ですよ。あ、そうですか、はい、そこまで充実してるわけですね、あとやっぱりタイトルマッチの重みというのを2人感じてると思うんですよね、うん、はい、だからあのミノルが新しい風景を作る、時代を作ると言わなかった、うん、風景を作るって言ったところにやっぱり彼のこだわりもあるし、全日本の救世主っていう言葉はフリーになってきた時も言ってましたけども、うん、今回は本当にそう思ってると思うんですよね。でもその救世主になるためには、はい、この18度目の防衛を迎える偉大なる王者を超えなければいけないと、うん、その意味の大きさ、はい、あの重さをやっぱりミノルは今分かってると思います、ね、なるほどね。体に染み込んだ全てのものを出し尽くすんでしょうか。チャレンジャーのミノル対する絶対王者18度目のおーっと、この辺りも鮮やか、チャンピオンの数林、昨年だけでも11度の防衛を果たしました。数林延べ17度の防衛成功、今や絶対王者と言われている。おお、この試合読み合いですね、この辺りもね、もう知ってますよね。おお、場外だ。これ仕掛けたのは今カズですか。しっかり込んだ形、初めに仕掛けたのはミノルなんですが、さらにそれを切り返したのがカズであると。高座な技の攻防、スイングしての DDT。 年頭からの世界戦防衛戦を迎えましたチャンピオンのカズ林、今ちょっとしてやったりの顔でしたね。そうでしたね、はい、感触があったようです。満員の後楽園ホール、2011年の2人の戦い始め、世界ジュニアヘビー級戦、60分の一本勝負、和田恭平メインレフリーがこの一戦をさばいている。ちょっとダメージ大きいですかね。そうですね。さあここから一気にスパークするんでしょうか。おお、エプロン状ですね。何か仕掛けますか、カズは。これ首を取ってここから落とせば DDT だ。一番硬い部分です、エプロンです。中に入れ込んだ真っ白なトランクス、チャンピオンのカズ林、ちょっと効いたようですね、ミノルの表情見てますとね。ちょっと動き止まりましたね、はい、さあ飛び込んでいく、あ、スピンキック、そしてすぐに読みが入ってまいります。戻ってまいりましたカズ林です。首をやはり、ね、気にしてます ね、先ほどの DDT でしょうか、場外での。さあそして相手の腕を取りながらじっくりと攻め始めています絶対王者。これも首に来てますからね。そうですよね、さすがの絶対王者です。今日勝てば18度目、いよいよ20回も見えてまいります。さあじっくりと行くチャンピオンのカズ林、第28代の王者です。それまで1位だった淵正信の14回を超えました。そしてまたそこから防衛回数を重ね、現在17度の防衛。金まさみ、そして腕を取る、正面を向いてネックスクリューだ。あ、完全に首狙い、ピンポイントで攻めていきます。チャンピオンの数林で首を、ね、狙っていけば最終的にパワープラントが必殺技になりますよね。そうですね、はい、さあ飛び込んだ、ここスイシーダー、もう基本に忠実、頭から突っ込んでいきましたチャンピオンの数林です。緩急をうまく使っています。さすがは絶対王者、すぐに中に生還します。さあミノルの具合はどうなんでしょうか。先ほどは場外で DDT を打たれまして、ちょっと首を負傷、その後もネックスクリューを食らいました。そして場外戦、さあ立ち上がることができるか。まあこうやってね、はい、休んでるという見方もできますけどもね。ようやく中に入った、その首に向けての2、膝への攻撃、膝の攻撃、
まあ、カズはこの辺りさすがの絶対王者という攻めを見せてますね。あの無駄なことをしないですよね。そうですね。さあどうしたんだと、まず林が吠える。背中からの一撃、両者の一騎打ちはこれで3度目。対戦成績は1勝1敗で迎えています。まあ、ジュニアリーグ戦のね、はい、あの公式戦ではミノルが勝ってるんですよね。そうですね。2011年の1月の2日、ここ大楽園ホール、全日本プロレスの戦い始め、カズの表情が一段と厳しくなってきました。そして厳しい攻めが続く。引っ張り込んで、さあミドルキック、これを取ってドラゴンスクリュー。今のところカズが1枚上、もう一度突っ込む、これをかわす。さあミドルキック、そしてコーナーぶつける。これも首にきますよね。そうですね。またしてもコーナーにぶつけられ、チャレンジャーのミドルにとっては非常に厳しい時間が続いています。まあ、ミノルはミドルでね、はい、あのミドルキックによってね、あのカズの腕、はい、ダメージを与えてミノルスペシャルへの布石にしようとしてるんですけどね、うん、続かないですね。そうですね。ちょっと単発です。脇固め、今度表を向いてミドルスペシャルに行く。さあここでどうだ。あ、結構これ決まってますよ。決まってますか。あ、今あれですね、はい、あのうまく曲げましたね、はい、あのカズの方がね、危なかったですね。一瞬で決まる技術を持っています。決める技術を持っているこのチャレンジャーのミノル、一瞬のミノルスペシャルでした。まあ、どうしてもね、ミノルというと華麗な技に目いきますけども、はい、元々はバトラーズ出身でね、打撃がありサブミッションありの選手ですからね、はい、味するといいサブミッションを持っておりますミノル。多少首を気にしながらのファイトとなりました今日のミノルです。今度は腕をひねる、相手の腕の付け根、肩のあたり、もう一度腕ロープに送った。レッグラリアート、ハンドスプリング式のレッグラリアート。またしても攻守が変わりそうだ。今試合開始からちょうど10分、流れは勝つのペース。一瞬ミノルにもなりかかるんですが、ちょっと単発。さあ王者勝林はここからどうするか、空中戦を展開するんでしょうか。しかしミノルが気がついた、下からの攻撃。さあ腕を取って、これで長野さん何持ってきますかね。まあ、このまま固定しても決まりますし、ジャンプしてのなだれ式のアンブリーカーという手もありますね。相手の腕をロックする。逆にカズはここからフランケンスタイナー、逆に回転蹴りがダメ、上からどうだ、カウントツー、蹴り倒します。さあ一気に行くのか。さあファイナルカット、まず大技炸裂、カズ林。まあ、ミノルが今セカンドロープに上がりました。仕掛けたんですが、すぐに切り返しましたね、カズがね。まあ、もうお互いにやっぱりね、はい、戦いをずっと2年間続けてきてますから、いろんなことが染み込んでますよね。そうですね。そこでひらめきが出るかどうかでしょうね。そのひらめきが出るんでしょうか、カズ。さらにはミノル、またしてもコーナーに預ける。青コーナーサイド、今度はカズ林どうするんだ。さあここからなだれ式のファイナルカット、大田炸裂王者、面頭から王者らしい攻撃が続く。カウントはどうなんだ。2カウント、懸命に返していきますチャレンジャーのミノルです。全日本のジュニアの風景を変えることができるのか、それとも2011年もこのまま一気に突っ走ってしまうんでしょうか。カズ林、チャンピオンのペースだ。腕を決めに行きましたね、はい、スタンドでね、はい、腕を決めに行く。そしてバックを取って投げに行く。しかし着地するチャンピオンフルネルソン。フルネルソンバースト、さらには強烈な蹴りが入った。さあ今度
てすぐに嬉しげに入りました。嬉しげ十字、これ伸びてますよね。これかなり入ってると思うんですけどね、はい、さあ捉え切ることはできるんでしょうか、それとも一気に決めてしまうのか。あーとチャレンジャー一転してチャンス、もう一度逆に今度は腕をおっと取って押さえて、どうだ、決まったのか。カウントは2だ、カウントは2、バックドロップ、立ち上がったチャレンジャー、あー大チャレンジキック、トラースキックでお返し、エンドリングで、ボコッと落としましたね。すごい落としましたね。両者ダウンです。手前チャンピオン、向こう側チャレンジャー、絶対王者か、それとも新しい風景を作るんでしょうか。さあ先に立ち上がるか、チャレンジャーのミドル、先に立ち上がりそうだ、ミドル、チャンピオンの勝林もようやく体を起こしました。さあ突っ込む、これをかます、さあここからこの攻防、さあ担ぎ上げて落とす、さあ狙っているぞ、絶対王者が狙っている、かましてジャーマンが投げっぱなし、ジャーマン投げっぱなし、来ましたかこれは。いやお互いにもう効いてますよねこれ。あさあ飛び込んでのドロップキック、ジョン・ウーのようにぶっ飛ばしてみせました。一転します、チャレンジャーのミドル、一気に攻めていけるか。さあコーナーに預ける、先ほど逆転されたこのコーナー、フィッシャーマンですね、新しくのフィッシャーマン、これを嫌がる絶対王者、捉えた、ヘッドバット正面、さあカズが飛んだ、しかし下から出撃、相手の胸元、チャンピオンの胸元、一進一退の攻防、世界ジュニアヘビー級戦、中身の濃い15分間待ち続けた2年間、数を研究した2年間、相手の絶対王者の弱点を発見したのか、ミドル、ゆたらのコーナー、中西のブレンバスター、いやフィッシャーマンだ、やはりこの辺りこだわって、フィッシャーマンだ、中西のフィッシャーマンバスター、さあ片指でどうだ、決まったのか、カウントは2カウントです、カウントは2、17回の防衛で様々な戦いを展開してまいりました王者勝林、こういった窮地もたくさん経験しました、それでも数林は負けなかった。さあ今度上がりますねこれミノル、はい、一気に行くことができますか、ミノルトップロープに上がる、さあ狙いを定めてファイヤーボールスプラッシュ、これでどうだ、カウントはおっと2、やはり絶対王者、あ立ち上がりましたよ佐野さん、あただ効いてますよね、効いてますね、はい、ファイヤーボールスプラッシュでもダメだった、さあミノルはこの後どうする、まだ勝つにはパワープラントが残っている、まあ、ミノルもねパワープラント使いますしね、はい、そうですね、あやりますかね、起きて破りか、ね、これね、さあ起きて破りのパワープラント、パワープラントを先に出した、チャレンジャーのミドル、おおしかし立ち上がる、さあ今度はバックを取って、バックを取って正面、ファイナライズですね、これでどうだ、カウントは2カウントです、まだ不十分、これでね前哨戦では取られてますからね、はい、ですね、
カズかそれともミノルか、激しい一戦となってきました。この2人の戦い、これをかました。うまく丸い込んだ。さあどうだ、かまってあった2だ、決まらない。今度はここから、おっと、おさあハーフネルソン、これをかまして丸い込んで絶対王者。どうだ、カウントは2、カウントは2、カウントカウントは2。強烈、裏から持っていく。どれだけ引き出しがあるんでしょうか、この数林。天を一瞬指差しました。さらにはホエールハットマン、ホールの体勢に入った数林。カウントの2、粘るチャレンジャーミノル。まだ風にはパワープラントが残っています。先ほど一発打たれてしまいました。さあミノル立てますかね。おさあミノルの声援、風への声援、ここ後楽園ホール、2011年の1月の2日。さあここでパワープラントを見せるか、担ぎ上げた殿下の宝刀パワープラント、決まったか。18度目の防衛、抑えて返しましたよ。これで返された経験ほとんどないでしょうからね。あのまずないですね、ここに至るまでの数のね、はい、この攻める組み立てっていうのは完璧ですからね、いつも。そうですね、それでも返しました、チャレンジャーの意地。ここまでたどり着いたんだという意地、それがこうさせたんでしょうか。パワープラントもカウント2で返してみせましたミノル。しかしグロッキー気味、チャンピオンのピース。タオルを持ってますよタルが。あそうですね、危ない。さあもう一度こらえた、トーキック一発、右の張り手、左右左、おお右、もう張り手というかね、バトラーズ時代のショーだというかね、はい、巻き込んだの。そうですね、はい、タイミング的には3つ入ってもおかしくなかったんですが、今20分経過です、20分経過、場内は総立ち、両者に対する声援が飛んでいる。カズ林、そしてミノル、世界戦にふさわしい大熱戦です。絶対王者先に立ち上がる、さあ決めるか。カズ、カズはこの後何を考えているのか。パワープラントも返された、足を止めて両者の打ち合いとなっている。さあ大沢さん、両者どうですかね、出し尽くした感はあるんですけれども、というかね、はい、まあ、あの本能で戦ってますから、はい、もう作戦も何もないですね。そんなのも本能ですよ。なるほど、さあ激しい左右のエルボーです。カズ林、ああ蹴り上げた、同情キックってやつですね。おさあこの足をキャッチする、ああスピンキックを見せましたカズ林です。ああカウンター、さらにはさあミドルスペシャルいった、あリングの中央、腕が伸びた腕が伸びた腕が伸びた、どうだ、決まるのか決まるのか決まるのか。浅野さん、これ腕伸びてますよ、決まりそうだ決まりそうだ。カズもね、はい、なかなかタップしないでしょう、はい、起き上がった起き上がった、もう一度リングの中央進んで腕式逆十字、腕式十字、腕式十字、さあ完全に伸びた、完全に伸びる、完全に伸びるか、腕を持って今ディフェンス、ディフェンス、戻してますよ、戻してますよ、戻してます、戻してます、風林、そしてもう一度切った、もう一度切る、さあいけるのか風林、さあチェックする和田恭平、最後タップしましたか、タップしましたね、絶対王者ここに散る、新しい風景を作るミノルが大逆転勝利、
絶対王者最後にタップ。でもね、最後タップしたね、はい、和林も立派だったと思います。というのは完全に決まったらもう返せませんから、うん、折れるしかないんですよ。相手に折らせちゃダメですよ、腕を。その前にもうちゃんと自分でタップをして試合を終わらせる数はチャンピオンとしてやはり素晴らしかったと思います。なるほどね、はい、絶対王者の牙城を崩しました。このミノル、第29代世界ジュニアヘビー級チャンピオンミノル。しかしすごい一戦でしたね、浅野さんね。そうですね、でこの大歓声はね、やはり数がすごい王者だったからこそ起きる歓声ですよね。今トロフィーをね、はい、渡す瞬間に静寂が生まれたんですよ。これ、ね、渡した瞬間に拍手とおめでとう。この一瞬のままやはりそれだけ数の功績が大きかったというのはファンは知ってるからですよね。今近藤が来ましたよ、近藤が。さあ近藤がこの王座にチャレンジするんでしょうか。近藤修司リングの上。おいミノル、チャンピオンに休みはねえぞ。次はお前、この俺だ。まあ今後も元絶対王者と言われた人ですからね。そうですね、あとは今もう全日本の一員ですからね、はい。さあこのベルトに今度は近藤修一がチャレンジ表明いたしました。しかしまあ本当にね、はい、数もね毎シリーズ防衛戦してきましたけど、はい、ミノルにしてもベルトを取った考えに浸る間もなく挑戦者が現れると。大変ですね、やはり過酷です ね、 ね。 IWGP に続きまして世界ジュニアも取りました。ミノル両団体のジュニア制覇、新チャンピオン第29代世界ジュニアヘビー級王者ミノル、絶対王者のカズ林を下しました。今度人が気持ちよく記念撮影やってるとこ入ってきたけど、いいよあいつが次このベルト挑んでくる。いやもうこのベルトの挑戦者条件は一つだけ、このベルトをさ本気で、今回の俺みたいに本気で死ぬ気で欲しいやつ、そういうやつだったら誰の挑戦でも OK。 2011年1月2日後楽園ホール、俺が前日ジュニアのてっぺんに立ったから今日は胸張って言わせてもらう。いや前日ジュニアについてこい。俺は全て見逃せのために頑張ってきた、それで負けだ。俺は弱かったんだ。ああだけどな、ああだけどな、ああミノル、次の挑戦者、次の挑戦者はこのカズ林だ。リマッチだ。次は俺が挑戦者としてミノルはお前の前に立つ。以上。新王者となったミノルに早速挑戦を表明したカズと近藤。 2.6 後楽園ホール大会、3人が3ウェイマッチで激突。さらに 2.11 大阪大会でカズと近藤が次期挑戦権をかけて一騎打ち。勝利をつかむのは。はい、というわけでこの試合はミノル選手が勝利ということでですね、カズ林選手18度目の防衛失敗ということになりました。カズ林選手のもう強さがもう本当に際立った試合というふうに僕は見えてしまったんですけども、まあそれもねやっぱこう17回も防衛を成功してたらですね、向かうとこ敵なしって言ってもまあ過言ではないわけですよ。盤石の試合を展開していったわけですけども、最後の最後ミノル選手の意地が少しだけ上回ったんじゃないかなと。まあでもその後ね、あの絶対王者とまで呼ばれた近藤修司が出てくるわけですから、当時のね全日本プロレスジュニアのこの層の厚さ、やっぱこうすごいものがありますよね。今ではねこの2人は結局グレートで活躍してるわけですから、本当にこれもねやっぱプロレス長く見ていろんなまた味わいがね出てくるもんだなと。はい、そして次週はこちらの試合になります。2003年9月6日日本武道館で行われた世界ジュニアヘビー級選手権試合、王者剣道家臣対挑戦者ザ・グレートサスケの一戦です。
2週連続世界ジュニアをお届けするとビッグネーム同士が揃ったわけですけども、本当にどういう試合になるのか全く予想がつかない。サスケ選手はですね、一時期やっぱジュニア8冠王にまで輝いたわけですけども、この当時はですね、岩手県議会議員選挙に当選したりとかってする中でですね、プロレスラーと議員の二足のわらじで活躍していた時代でもあります。その中でですね、全日本プロレスに出向いて世界ジュニア王座を体感してしまうのか、ぜひ来週までお楽しみにお待ちいただければと思います。それではまた次週お会いしましょう。さよなら。